え皆さんこんこにちは一品館の清原です、えー、今回のですね一品館オーディオ情報チャンネルリモート視聴会ということでですね川崎の D&M 本社サウンドユナイテッドですねの方の視聴室にお邪魔しております。そしてこ今からです、ね、このあのポークのサウンドバーデノンのサウンドバーそしてデノンのですね新製品の AVRX 1 7 0 0かな。はい はいとポークのですねこのこれは何だったか MXT、ねはい、ですねシリーズの、はい、サラウンドのですね、はい、収録を行っていこうと思いますえ今回ですねあの私はあのプレゼンターではなくてあのリスナーとしてですねインタビューアーとして参加させていただきますので進行および説明はですねポーク担当の松本さんにお願いしたいと思います、はい、松本さんはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします緊張せずにはいありがとうございます、はい、よろしくお願いします、えー、はい それでは皆さん、えー、こんにちは。D&M、え、ホールディングスの松本と申します、えーと。私、ポークオーディオのマーケティングを担当しておりますので、えー、ぜひよろしくお願いいたします。はい。えー、それではですね、きょは、えー、まずポークオーディオのサウンドバーからご紹介させていただきます。こちら、えー、置いてますけれども、SIGNA、えー、S4 というモデルになります、えーと。ポークオーディオはですね、2020年から日本に再上陸。 始めておりまして、えー、その3期目のですね、えー、サウンドバーということになります。えー、価格はですねこちらオープンプライスになるんですけどもだいたい実製で5万円台、えー、半ばという形で今市場で販売されているはずになっております。えー、こちらをですね今日はちょっとぜひ聴いていただきたいと思います。でこちらの商品ですね ポイントを1つだだけご紹介、ままず事前にさせていただきます。どういった商品になるかといいますと基本的にこちら3.1.2チャンネルのサウンドバーになります。まず3チャンネルっていうのはどういうことかといいますとフロントに LR ですねステレオ LR のスピーカーがついています。で3チャンネル目ということでセンタースピーカーがまずついています。 で、まず3.1ですねで。残りの2はですね、どういうことかっていうとこちらにですね、えー、上向きのいわゆるドルビーイネーブルドスピーカーが搭載されています。えー、これによってですねあの、サウンドバーなんですけども、高さ方向のハイトインフォメーションを再生できるようになってまして、まあ、この価格帯ではですね、今日本で流通しているサウンドバーの中では、えー、ハイトモジュールというか、えー、このイネーブルドル えー、ドルビーネーブルドスピーカーを内蔵しているもの非常に珍しい、えー、ものになると思います。すね、ここが非常に大きな、ねはい、イネーブルドスピーカーというとちょっとまた前出てきますけど、はい、まあ上にスピーカーがついていることによってです、ね、上向きに音が出ます。はい、家には天井がありますから、はい、天井で反射,反射してこう、はい、音が降りてくるということでと、はい、いかにもあの天井にスピーカーがあるかのように、はい、上に音が伸びるということでで、ねはい、ですねういうですね、はいまあ、そういった製品になりますのでこれで,ですね。 まあこのワンポイントマイクでですね。その高さ方向をどういう風うに再現できるのか、私はちょっとまだわからないんですが、これちょっと試しに聞いていただきたいと思います。それではえー、ドルビーのですねコンテンツの中からえアメイズとリーフですね。これをちょっと聞いてみたいと思います。 えー、それで,です、ね、今回の音声の収録なんですけれども先ほど紹介しましたようにこれはあのワンポイントステレオマイクなので基本的にあの 3D ではなくて 2D ですね高さ方向の音はまあ取れないんですけども、まあ、あのヘッドホンなどで聞いていただいてもその音のひど広がりの変化 というのは十分感じていただけると思います。でもう一つですね。このあのデモに使う音源なんですけれども、まああの映画類を使うとですね、著作権の問題がございますので、今回ドルビーの許可を得てですね、このあのトレーラーですね、えー、皆さんがあよく視聴会でご覧になっているトレーラーでですね、そのサウンドをですね、チェックしていこうというふうに思います。でははい、よろしくお願いします。 えということで、ですね今一つ見ていただいたんですけれども、まあ、これはですね、ブルーレイプレーヤーがここにあります。で、HDMI で、テレビに行って、先に言ってるんですかね。で,はい、で、テレビに行って、テレビから HDMI ですか。 はい、ということで、はいえー、まずブルーレイからテレビに行って、はい、テレビからこのサウンドバーに行ってます。はい、で音はあのこのすべてサウンドバーのアンプでアンプとスピーカーで、はいえー、出ておりますので、はいえー、一般のご家庭であれば、えー、もうすでにあのブルーレイ、えー、プレイヤーないし、まあ、あのケーブルテレビですとかそういった端末があると思いますでテレビ放送も映ると思うんですけれどもテレビとおこのサウンドバーはですね HDMI?、はいえー、そうですね HDMIEARC でつなぐと、はいえー、ドルビー アトモスが非圧縮でそのままロスレスで再生できるそれはすべてのテレビについてるわけではないんですと比較的新しいテレビでないと EARC の端子は多分ついいてなで従来のテレビであればこちらのドルビーデジタルプラスのフォーマットでサウンドバーの方に流れますのでこの場合の接続は通常の HDMIARC で。 あるいは光光でも大丈夫です。光でも大丈夫です。通常まあだいたあのほとんどのテレビには光アウトがありますから、こちらであればほぼすべてのだいたいテレビとつなげる。これはまあそのイーアークですね。HDMI ーアークという端子がついているテレビであれば、飛圧縮でさらに良い音で楽しみいただける。で今回はこのこっちですね。イーアークということで接続しているということですね。はい。お願いします。じゃあ続いてですねもう一個。 ですね、トレーラーリーフというトレーラーをちょっと見ていただこうと思いますお願いします。 とということなんですけど、一応、この視聴室の、ね、サイズとかの形状をです、ね、ちょっと説明していただこうかなというふうに思うんですけども、はい、えまずですね、えー、ぐーっと回って、これが、まあ、今,今はサウンドバーなんでね、あ後で使いますけどこれがリアスピーカーカですねえこちらに置いて,いただい置いてある、えー、トールボーイですね、こちら MXT60 というモデルになりまして、1本3万3000円低下。 税別にな、あ、税込みですね。はい、え、になります。はい。えー、フロントサブウーハーですね。ねはい。えー、こちら MXT12 というサブウーハーになります。こちら税、定価ですね。税込みで、えー、49,500円はいになります、はい。フロントスピーカーですね。はい。えー、こちらのフロントスピーカーですね。こちら MXT70 というモデルになります。で、えー、定価で、えー、税込み49,500円になります。 こちら、こちらの上に乗っていますのが、ハイトモジュールになりまして、MXT90 になります。えー、こちら、定価がです、ね、ペアで、えーと、2台1組のペアで、えー、2万7500円になります、はいえー、天井のスピーカーは今回、どれかなりますか、うんえー、っと今回、天井スピーカーは、えー、鳴らしていないといな鳴らしていないな、まあ、一応、ここの部屋は、はい、天井スピーカーは結構ついてますね。はい こちらの B&W の CD、はい、スピーカーがついています、はい、で今、聞いているのはこれではなくてこのサンドバーですねこれだけで音なっているて部屋はですね、えーまあ、天井はですね吸、まあ、音ボード的なこういうものがついておりまして三方、えー、および後ろの壁はですべ、ね、てカーテンで覆われております、えー、大きさここはこれ15畳ぐらいですかね そうですす。ね、うん、15畳ぐらいいと思ま幅がですね、えー、大体 3m ーーぐらいですねで、えー、宅天井戸は通常ですね2.42.2ぐらいかなちょっと低いかもで奥行きはですね大体 6m ーーぐらいの部屋、はい、ということになります、はい、では引き続きこのサウンドバーを説明していただこうと思いますはい、はいはい、えー いいいかか。がだだったたた。でししょうかリーフ聞いていただきました、えー、先ほど申し上げましたとおりこちらのサウンドバーですね、えー、イネーブルド,ドルビー・イネーブルドスピーカーがついているということで高さ方向の、えー、音の再生に長けているわけなんですけども、えー、こちらただ単純に高さのみに、えー、方向に長けているというだけではなくてあのドルビー・アトモスに対応しているということで全体的なあの音のですね包まれて という感じです。とか、えー、音の移動感です。とか、そういったものが非常にあのよく再現できるようになってますので、それが一つを1番大きなポイントかなという,ふうにいそうですね。僕も今聞かせていただいて、はい、やっぱり従来のサウンドバーと比べて音があのくっきりしてますね。もやっとせずに、はい、あの非常にはっきりしてるのと。はい 低音その他の音がはっきり聞こえてやはりあの広がりなんかも本当にテレビの下にあのそういう小さなねバージョンのスピーカーを置いてるとは思えないようなあの広がりは出ると思いますね。はい、これが6 6万4万、えっと、5万 4, 円です、ね、5万 4, 円、ででです万税税込込み。はい、税込みぐ、はい、ぐららいいいい売されて販さま,、ね、まあテレビがあの安くなってきたとはいえですね、はい、やはりあの5万円強のです、ね、価格で、はいえー、これだけのサウンドクオリティが得られるっていうのは、はい、非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いますねはい、はいはい、どうぞそれとあともう一つあの最新のスペックに対応してまして先ほど申し上げた EARC という端子に 対応してますのでドルビーアートモスがロスレスで,です、ね、冷やしくで完全に再生できるというところとそれとあとです、ね、これはこれからの重要な仕様になっていくと思うんですけど MPEG4AAC という信号に対応していますので 4K 放送ですとか 8K 放送で今後対応されてくるです、ね、テレビ放送の信号を変換なしで,です、ね、そのままストレートに再生できると。 まあ、高音質で再生できるという仕様になっておりますので、えーまあ、これからのです、ね、テレビあのオリンピックもございますので、えー、テレビ楽しんでいただく際に非常にあの有効なあの仕様になっているというふうに思います。えー、それとあともう一つはです、ね、ポークオーディオの特徴なんですけれどもあのこちらのサウンドバーもですね えー、我々 DM ももちろんあのデノン・マランツの DM の,の設計チームも協力して作ってるんですが基本的にあの、えー、アメリカのボルチモアにあるです、ね、ポークオーディオの研究所で音を作っておりまして、えーまあ、ポークオーディオ全般的に非常に聞き疲れしないサウンドっていうのを売りにしてるわけなんですけどもこのサウンドバーもそういったあの音の仕上がりになっていると思いますので、えー、ぜひお試しいただければというふうに思います。この これもセットなんんでですすね。ね。価格に入ってるこれはワイヤレスでつないでなって 100V の電源がありますからテレビの近くでなくても 100V の電源があるところに置いてあげればワイヤレスで飛ぶので配線はいらないと 100V だけつないでいただく。ペケアリングも自動でやりますので何ら難しい設定はございませんあとこれがリモコンですかねリモコンはですねこちらですねはいこのような ちょっと暗いかこのようなリモコンがついていてこれは何の調整ができるのかな電源電源、えー、と音量あとはサブ波のみの音量調整ができます、はい、それとあとあこれがあのベースってやつですね、はい、そうですねはいあとサウンドモードの切り替えが123、はいえー、ってありますね 2> 1, 2, はいムービーモードミュージックモード、はい、それとあとナイトモードっていうのがありますねこれがそうですねはいムービーナイトミュージックですね、はい、でこのその下に123っていうのはこれは ボイスアジャスト、こちちらもちょっと一つポークの特徴になるんですけれども、はいはい、音声を聞く際にですね例えばのテレビ放送ですとかドラマを見るときに、えー、声だけをちょっと強調させたいというときに使うものになります。ポ、うん、ークオーディオのこ実はボイスアジャストという特許を取っているあの技術になりまして、まあ、独自のパラメーターを持っているんですけれども非常にあの声が聞き取りやすいとでかつあの他の音との調和が非常に取れているということで。 えー、今、市場で日本の市場で,です、ね、フォークが非常に高く評価されているポイントの一つになっております。はいはい、じゃあ続いてはです、ね、もう一つトレーラーになるんですけども「シャッタード」という、えー、トレーラーを聞いてください。You You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear as a cloud of debris blooms and shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room, while the sound of a scared little kid running like hell fades away in the distance. えではねせっかくなのでこれボイスエンハンス使ってみましょうか、はいね、今のがフラットですね、はい、で次ボイスエンハンスとの位置多分一番弱いエフェクトこれで同じですね、はい、そのエフェクトを入れてこのシャッターともう一度見てみようと思います。 You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear as a cloud of debris blooms and shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room, while the sound of a scared little kid running like hell fades away in the distance. いいですね違いますね、はい、結構ああのヘッドホンで今モニターしましたけど、はい、今の方がいいですねなんか中低音が太くなってない、はい、<laughs> じゃあ2音ばして一番強いのでじゃあ次3ですねはいボイ,ンボイスエンハンス3ですね、はいはい、見てみましょう「You won't just hear glass break」 You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear as a cloud of debris blooms and shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room, while the sound of a scared little kid running like hell fades away in the distance. 結構ちゃんと聞きます僕聞いててあの音の明瞭度がかなり違うのであ、はい、っ音量を下げて深夜聴いてる時の,あの,あの深夜などにはね使っていただければ音小さくしても音痩せせずにお使いいただけるんじゃないかなというふうに思いました、はい、ではもう一回フラットに戻して聞いていきましょうか、はいはい はい、じゃあそれではレインストームですねアトモスのオンオフが入っているトレーラーをちょっと聞いてみたいと思います。はいどうぞ これあの補足しますとです、ね、えっと、こちらのサウンドバーの方で先ほど言っていたあのイネーブルドがついてるんですけども、ドルビーアトモスの信号が入ってきたときは、ストレートにそれを出してくれるんですが、えっとオ,フでですね、オフで普通に5.1チャンネルの信号が入った場合も、あの自動で擬で、ね、似的にあの上,上側の音っていうのをで、ね、中で生成しまして、 あのドルビーサラウンドのような形で再生しますので今実際にはイネーブルドからオフの時も音が出てましたただ本物のドルビーアトモスの音源とあと擬似的に拡張しているものとではやっぱり濃い差が出るっていうのがご理解いただけるんじゃないかとまあまあねでもでデモソフトということもっていやらしいぐらい、はい、そうですね <laughs> いやらしいぐらい音の,あの違いが出ましたねはい、はいはい、でも実際にその,あの効果はあのここで聞いていても ドルビーアトモスになるとやはり上の方から、ねはい、雨が降ってくるというあの上下の音の移動もはっきり感じられたというふうに思いじゃあ続いてもう1個ですね、えー、サンテリア、えー、というデモ、えー、トレーラーを聞いてみたいと思いますこちらもオンオンフが入っております。 ちょっとね、画面では分かりにくかったかも分からないんですけど、まあ、こちら側がオンですねこちら側がオフ、はいね、あの画面で、はいえー、ドルビーの,、ね、あのアトモスのオンオフの切り替わりが表示されてたんですけどちょっとちっちゃい画面では分かりにくいかもわからないですけど、ねはい、まあそれと合わせて、えー、ご覧いただければ、まあ、まあ僕聞いててですね、えー、アトモスオフだとですね大体この部屋のサイズぐらいの音量ですね、はい、でオンになると えー、この部屋のサイズがですね。数倍大きくなったぐらい、音が大きく広がったというのは確認できました。はい。はいえー、で、最後はですね。こちらですね。えっ、ー、と747のテイクオフということで、まあ、飛行機の,の、えー、離陸の時の音になります。これもオンオフがありますね、えー、こちらのえっ、ー、とまあ、結構多おそらく低域が結構入っている音。あの音源になると思うんですが、こちらですね。サブウーハーですね、えー、非常にコンパクトなんですが。 下に1 5センチのウァー,ーがついておりましていわゆるダウンファイアリングの下向きのウァー,ーになってますので非常にコンパクトな筐体なんですけども、まあ、底面です、ね、を利用して非常にあのふくよかな定期の量感を出せるようになってますので、まあ、その辺も聞いていただければと思いますじゃあお願いします。 これが一番あからさまというか、はい、<laughs> よくわかりまあアトモスが入った時点で音の数が全然変わってしまうので,、ねうですね、やっぱり疑、はい、似的なものではなくて正しく作られた信号が、えー、普通は3本のスピーカーの音変わらないんですけど残りの2本のスピーカーの音がやはりあのアトモスによって正しく作られた音に変わるだけでですね音の広がりだけではなくてそのリアルなねイメージっていうのもかなり良くなるなという、はい 感じられました。ありがとうございます。ではこれでシグナスフォーのデモンストレーションですね。はい。したいと思います。あるんですけども、隠し玉があるんですよね。このようなあのチューニングモデルが隠し玉というか、まあ別に隠してませんね。販売してますから。はい。あのさらにこのシグナスですか。はい。ですね、あのデノンさんが山内山内さんがですね。あ、なるほど。チューニングしたバージョンがありますので、で値段が そんなな変わらいうですね大体ですねだ円ぐらい五いバイクで5000円ぐらいねたった5000円ぐらい高いまあ僕のサウンドバーのスペシャルバージョンですね特別チューニングバージョン的なのもうちょっと違うともうちょっと違いますあのまあ結構基盤が基盤から違うというのは聞いておりますけどもまあまああのというまあ要はスペシャルモデルですねというのがありますのでまあ車でいうとベンツに対するアーマーゲーとかね BM に対する M モデルとか スバルの STI とかいうモデルがわずか1割高ですね5000円高いのでありますのでちょっとそちらに交換してえそちらでですねこの今の,あのドルビーのですねえデモ六本のデモをですね聞いてみようというふうに思います、はい。